ハンソーは中華人民共和国出身の男性フィギュアスケート選手。パートナーは随分生。2017年、2019年世界選手権優勝。2015年、2016年世界選手権2。2012年、2014、2016、2017、2019年4大陸選手権優勝。2010年、 2011年、2012年と、世界ジュニア選手権3連覇。2017年世界フィギュアスケート選手権2010年、世界ジュニアフィギュアスケート選手権2009から2010シーズン、ジュニアグランプリシリーズに始まり、ジュニアグランプリファイナル、世界ジュニア選手権で優勝。このシーズンの国際大会では、すべての大会で、 SPFS で共に1位の完全優勝を果たしている。世界ジュニア選手権では、不完全ながらもスロー4回転サルコーを着氷した。2010から2011シーズン、ジュニアグランプリシリーズ2戦でメダルを獲得。シニアのグランプリシリーズに参戦し、中国杯で2位、スケートアメリカで3位となった。ジュニアグランプリファイナルの出場資格を持っていたが、辞退をし、 シニアのグランプリファイナルに初出場して、銅メダルを獲得した。2011から2012シーズン、昨シーズンに引き続きジュニア及び、シニアグランプリシリーズの掛け持ち参戦となった。ジュニアグランプリシリーズで2002勝。シニアでは、スケートカナダ2位、中国杯5位で2年連続シニアのファイナル進出は、ならなかったが、ジュニアグランプリファイナルでは、 優勝した。四大陸選手権では201点余りのパーソナルベストで初出場初優勝を飾り、続く世界ジュニア選手権では3連覇を達成した。初出場となった世界選手権では予選を1位で通過、SP で6位につけ、FS に四回転スローサルコーと四回転ツイストを組み込んだが、リフトの失敗が響いて九位。 総合9位となった。2012から2013シーズン、随分性の骨端症のためにグランプリシリーズを欠場。世界選手権で試合に復帰し12位。2013から2014シーズンよりコーチを洋浜と長広志博に変更。2013から2014シーズンよりコーチを洋浜と長広志博に変更。スケートカナダでは2位。 NHK 杯は発熱の影響もあり、同じ中国の方ほど超広仕組みに逆転を許し、グランプリファイナルへの進出を逃した。国内選手権では2位でソチオリンピックの出場はならなかった。4大陸選手権では SPFS の両方でパーソナルベストを出し、2位に30点差をつけ2度目の優勝。世界選手権では、 sp4 位と高発進だったが、fs ではジャンプの失敗が相次ぎ6位に終わった。2014から2015シーズン4年ぶりに出場したグランプリファイナルでは銅メダルを獲得。4大陸選手権は出場した中国ペアの中で最下位の4位だった。地元中国で初開催の世界選手権では4大陸選手権にも 出場した、同じ顔ぶれの中国ペアの中で最上位の2位世界選手権で、初のメダルを獲得した。2015から2016シーズン、スケートアメリカで、グランプリシリーズ初優勝を飾った。中国杯では2位で、グランプリファイナルへの進出が決まったが、水の足首の怪我で出場を辞退した。4大陸選手権では、 FS でスロー4回転サルコーを成功。3回転サルコーでの点灯はあったが3度目の優勝を果たした。世界選手権では初の80点台をマークし首位に立った。FS ではスロー4回転サルコーの点灯もあり、順位を落とすも2年連続で銀メダルを獲得した。2016年5月上旬、随分生は 右足の外側側副靭体の再建手術と、左足首アキレス腱付着部の手術を行った。その後、長いリハビリ生活を送ることとなったが、試合のリンクに戻れるかどうかは定かではなかった。当時、ハンサトは一人でしかトレーニングできず、ほぼ毎日随分性に愛に病院を訪れ、最も辛い日々を共に過ごしていたようだ。 2016から2017シーズン、随分生は手術の回復中で、グランプリシリーズや中国選手権の出場を辞退した。4大陸選手権でシーズンデビューし、前回世界選手権優勝のカナダ組に10点以上の差をつけ、2連覇を果たした。世界選手権は、FS では3回転サルコーでの点灯はあったものの、SP と FS 両方で、 パーソナルベストを更新し、合計232.06点を上げて、世界選手権で初優勝を獲得した。2017から2018シーズン、グランプリシリーズの中国杯を制すると、NHK 杯は、当時の FS 歴代最高得点となる155.10点を出して連勝したが、グランプリファイナルは、アリオナ・サフチェンコ、ブリュノ・マッソ組に敗れに、 ピョンチャンオリンピックは SP で82.39点を上げて、首位スタートを切ったが、FS は4回転ツイストリフトこそ決まったものの、ジャンプでのミス連発が響き、サフチェンコ、マッソ組に、僅差ながら再び敗れ銀メダル。3月10日、連覇がかかっていた、世界選手権に向けての練習中に、随分性が転倒し、宇宙、足骨骨折と判明。 同選手権を辞退することとなった。ありがとうございます。